この LGBT 法というものについて、もちろんこれについても反対なんですけれども、そもそもね、そもそも LGBT 法っていうのを自民党の部会でですね、話し合ってるんですよ。で、その部会で多数決でね、拒否されてるんですよ、これ。多数決で拒否されたものを、萩生田光一が、じゃあ一任しましょうということで、萩生田光一に一任したらこれが通っちゃったというですね。何考えとんちゅう話なんですよ。日本に民主主義なんてそもそもないんです。これが日本の民主主義のね、末路ですよね。いや、それでも気がつかないのが日本人。いや、その通りですから、ね、いくらこっちが正論を言ってもね、それに気がつかないんですよ。たかが一人のね、で、しかも萩生田光一って安倍坪蔵のこれ腰巾着だった男でしょ。で、萩生田坪一という名前も持ってるんですけれどもね。で、この坪一さんが、じゃあ私に一任してくれって言って、で、一任したら、この LGBT 法を通すっていうことになったんですよね。部会で意味がないんですね。で、なんでこの LGBT 法を無理やりにでも通そうとしてるのかといったら、アメリカですよね。エマニエル・ボーヤがですね、アメリカ駐日大使のね、エマニエル・ボーヤが、日本政府に対してね、LGBT 法作らんかいってやり始めたわけですよ。で、それに対して日本政府が、うるせえ、このエマニュエル・坊やがって言ってね、やればいいんですけど、やり返しゃいいんだけれども、やり返せないんですよ。アメリカ様からね、そういうふうに言われたら、日本は、はい、わかりましたにだということで、この LGBT 法が作られたというね、もう出来レースもへったくれもですね、もう最初から作られるのが決まってるんです。だから、部会で否決されてるけれども、でも、なぜか知らないけれども、委員長に一任されて、で、その否決されたものがそのまんま、あんたは通ってるというね、もうこれ民主主義の否定じゃないですか。これ民主主義の否定なんです。だからね、LGBT 法がその賛成だとか反対だって、お互いにそれを話し合えばいいところでしょ？国会っていうのはそういうもんですから。ところが、話し合うも何も、民主主義の手続きを無視してるのがこの LGBT 法なんですよ。なめ腐ってますよね。日本第一党がこうやってね、正論をこう通したとしても、もう誰も耳傾けないんですね。もう本当に誰も耳傾けないんですよ。これ、この間も言いましたけどね、保守速報っていうね、エセ保守速報があるんですけれども、そこでね、ギャースかピースか文句言うんですよ、どいつもこいつも。いや、文句言うんだったら、お前たちが声を上げろやと思うんですけれども、萩生田めーとか書いてあるんですけれども、でも、選挙になったら途端に、いや、自民党に一票ってやり始めるんですよね。もうこいつら頭おかしいんですね。民主主義を謳いながら、その民主主義の手続きを無視してね、で、この萩生田坪一が一任されたから LGBT 法を通しますとかやり始めたわけですよね。で、これに対して誰も文句言わないというですね。ね、自民党はダメだけど、いい政治家はいる。いないです。一人もおりません。どこにもおりません。いや、いるんだったらね、その人に頼み込めばいいじゃん。いや、いるんだったらね、その人に、あんたこれ、国会議員としてね、自分の信念でこれ潰せやってね、ハッパかけりゃいいじゃん。いや、だからね、ここが君たちとね、桜井の違うところなんですね。君たちは、あくまでも自民党にね、期待するんでしょうけれども、私は既存政治家っていうそのものに対して、もうどうにもならないというですね。もう既存政治家に頼ったところでどうすることもできないんですよ。で、じゃあだからといって選挙をやっても、その国民の方がですね、こっち側の正論をまるっきり無視するわけですよね。もうどうにもならないんですよ。だからどうにもならないことがですね、たくさんある世の中で、正論をね、通していこうというのが日本第一党ですがな。え、自民信者はなんでここに寄ってくるのか。もうここしかないからです。政府に対して、自民党に対して断固抗議してるのはここしかないでしょうに。いや、野党も抗議してるって言うけれども、与党も野党も同じですよ。デタラメぶりではね。どっちも日本を破壊しまくってるじゃないですか。で、日本第一党だけが徹頭徹尾ね、日本守れと言って、ずっと同じことを言い続けてるわけですよね。